やあ。こんなはずじゃ。結局真の力とやらを見ることもなかった。死ね。貴様何をする？邪魔をするな。もう少しでセルを倒せたんだぞ。こら、俺より目立つな。なんとしてもミスターサタンを守ってくれ。彼は死なせてはいけない人なんです。助け出しなぞいらん。俺一人で十分なんだからな。生きていた。あいつ何者だ。わざわざあの人を助けるなんて人がいいやつだな。おい、だから俺より目立つなと言ってるだろうが。お仕事聞いてなくなる。いつまだレベルの力に気づいてないのか。バカな世界チャンピオン。してくるだけの実力はあるんだ。当然だ。これは世界ナンバーワンだぞ。貴様のトリックなぞ俺には通用せん。くらえ。うるさい。もういいんだ。あ、よかった。生きてますね。じゃあ、いよいよ次は。なんなんだ、貴様らは。俺の邪魔をするな！
なんだって？どいつもこいつも、この邪魔ばかり、仕上がって！なんだ？何が起きてるんだ？まだ空まで飛べるはずは。これは、イラタスの仕業ですね。いきなり貴様から、一番の楽しみ、最後に取っておきたかったのだが。孫悟空、戦いはこうやってある程度実力が近くなっては面白くない。ああ、オラもそう思う。ここまで楽しめるとは正直思わなかったぞ。場外負けというのはルールから外そう。まだ起き上がってくるなんて、これは相当強い力を持っているはず。ゲミラたちも近くにいるんでしょう。こちらで探してみます。もう少しサタンを食い止めてください。エッサー、おめえの強さよーく分かった。オラもうやめとくわ。おめえの出番だぞゴラン。なに、なんだと？あのバカ、どう言ってやるんだ。どんな息子を見つめて殺すか。何を言うかと思う。どうも、ご飯いるな、ご飯。僕がセブと、ご飯、言わない世の中取り返してやるんだ。何
に慣れてんだろ。わかりました、やってみます。なかなかの気に入りを感じる。孫悟空の言ったこともまんざらぱったりばかりではなかった。この私に勝てるというのはいささか言い過ぎだったようだな。そういうふうにしてはもうやめようよ、こんな戦い意味がないよ。僕は本当は戦いたくないんだ、殺したくないんだよ。僕は昔から怒ってカッとなると、とんでもない力でめちゃくちゃな戦い。ミスター・ホタンから感じた怪しさは全て消えたようです。これでもう起き上がれないはず。今度は貴様たちの番だ。そんな、そったれサルジュニア、こいつも本来より強くなっているのか。お願いします、皆さんを守ってください。キッキッキ、恐ろしく強いぞこいつら。無駄だ、絶対に勝てない。小さくとも私の子供たちだよ。やっと怒りを感じ出したよ。早く進化を見せ、取り返しのつかんのことになる。ベジータやトランクスでやっと最後の戦いだ。体力を失っている孫悟空も危ない。みんなすまねえ、こんなはずじゃなかった。その力を出したい。だけど、どうやったらその力が出せるのかわからないんだ。真の姿を見せてきた。これで面白くなってきた。ついにゴハンさんが覚醒しましたが、何か様子がおかしいです。ゴハンさんの気はこんなまがまがしいものではありません。これはヤツらミラノスの仕業だ。いい気になるなよ小僧、
まさか本気でこの私を倒せるとは思っているじゃないか。倒せるぞ。大きく出たな。いまいち思い通りに動いてくれないわね。孫悟空の息子だからなのかしら。あら、またあんた、しつこいわね。腕を上げたようだな。感じるぞ、強大なエネルギー。そろそろこいつのエネルギーを回収させてもらおうかしら。お前たちの思い通りにはさせない。はあ、あんたはトランクス。なぜここに。俺たちは時空の流れを守るタイムパトローラー。お前たちの行いを止めるために来た。そう、あんた違う歴史から来たのね。サタンやゴハンさんの様子がおかしいのもお前たちの仕業だろう。一体何のためにこんなことを。私たちの未来のための実験とでも言っておこうかしら。実験だってふざけるな。ふざけちゃいないわよ。失礼したわ。科学者が実験して何が悪いって言うのよ。こいつらは時間の流れから外れた連中。彼らとの戦いは歴史の干渉に当たりません。俺も一緒に戦えます。いいこと思いついた。ミラ、ここは任せるわよ。おい、どこへ行く。お前たちの相手、俺だ。一人で俺たちを相手にするつもりか。ふざけたにさせる。いいぞ、なかなかのエネルギーだ。本当に効いているのか。攻撃は当たっているはずなのに。Tower!
まだ力を隠していたのか。お待たせミラ、今回はここまで。一旦引きましょう。どうしたソンボラン、より完璧になり戻ってきた私におじけづいたか。ここはもういいわ。でもじきに面白いものが見れるわよ。決着はまた今度だ。じゃあね。くそ、逃げられたか。仕方ない、ごはんさんの様子も気になります。みんなのところに戻ってもらえますか。俺はまた突撃からサポートさせてもらいます。すみません、よろしくお願いします。死ぬ。死の淵から蘇ったこと、私は最後にパワーアップしてみようって。キスはもうだ。何よおかしい、気でもめったに死ぬ。毒の思い上がりで死んでしまったお父さんの肩が打てて嬉しいな。この手に結婚したかった。どうてそりゃ。ご飯のやつどうしたんだ。急に様子が。ミラたちのせいでしょうか。ごはんさんのパワーが落ちています。ごはんさんを助けてセルを倒してください。諦めんな、ごはん。仕事消えてなくなる。お父さん、まさか、どこ？あの世か。海王様に手伝ってもらって、今だけ特別に喋ってんだ。まだおめえは力の全部出し切ってねえぞ。かかったぞ。やった、やった。どうやら助かったようだな、俺たちは。
番組の途中ですが人造人間情報をお伝えいたします。現在襲われているのは西の都の南方900km のブリッジタウンです。これは俺の体がどうなってるんだ。トランクス、君の存在が歴史から消滅しようとしているわ。何ですって？あの二人の仕業でしょうね。歴史を変えて俺の存在を消そうとしているのか。時の海王神様、俺は一体どうすれば。落ち着きなさい。消えかかっている今の君が動くのは危険よ。とはいえあまり時間はないわ。言ってくれるわね。すみません、お願いします。あなたは。へえ、トランクス以外にもまだ私たちに向かってくるやつがいたんだね。お前も俺たちのおもちゃにしてやる。そうはいくか。ご飯さんの敵俺が取る。ガキが懲りない。お前たち気に入らないんだよ。なんとか。
人造人間たちを追い払うことができたようです。実力の違いを思い知りました。やはり今の俺じゃ奴らには勝てない。ですが生き延びられたのはあなたのおかげです。お礼を言わな。あら、来ると分かっていたみたいね。つまんない反応。これでトランクスを助けた、そう思ってるかしら。残念だけど歴史を変えたところはもう一つあるのよ。聞こえますか？体が元に戻りません。それどころかどんどん透き通って、まだ歴史の改変が治っていないんです。やっと面白い反応してくれたじゃない。今から改変された場所を探しても間に合わないわよ。せいぜいあがくことね。くそ、歴史が改変された場所がわからない。このままじゃ。困っているようだ。そんな顔をするな。歴史の改変が起きている場所へ行きたいのだろう。連れて行ってやろう。さあ、私の手を取れ。迷っている暇があるのか。お前に選択の余地はないはずだ。そうだ、それでいい。時の海王神に伝えておいてくれ。近いうちに会いに行くとな。ふう、戻ってこれたんだな、俺の時代に。過去だけじゃなく、この時代も平和にしなくちゃ。あなたは。セル、なぜ完全体に決まっているが。17号と18号。まさか、そんな。それにしてみろ、なぜ俺の名前を知っている。そうか、お前過去に妙に頭上に加えて、このお仲間は過去から連れてきたのか。何にしても邪魔をするなら生かしてはいかん。お前が存在する限り人類に未来はない。絶対にお前はここで倒す。小月、完全に消え去ってしまえ。これで全てが終わりましたよ。ありがとう、悟空さんたち。あなたにもお礼を言わないと。でも、
その前に一つ、あなたは時の流れを超えて俺を助けてくれました。一体何者なんですか？いつかわかる、ですか？それはどういう…消えた？なんだか不思議な気分ですね。でもこれでようやくお礼が言えます。ありがとうございました。トランクス、よかったわね。すみません、ご心配をおかけしました。それにしてもあの男は何者だったんでしょうね。俺たちを助けてくれましたが、時空を移動する技を使えるようですし、俺たちのことも知っているようでした。それになんだか禍々しい気配が。え？近いうちに私に会いに来るって？まさか。心当たりがあるんですか？いえ、きっと違うわ。あいつはもうこの世界に出てこれないはずだから。